はい、皆様こんばんは。今週も、宴の時間がやってまいりました。毎週木曜日、8時から、いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、私栃木で千金を作っております、臼井和樹と言います。今日は、栃木の蔵を離れて笠間にやってまいりました。笠間は、ここで陶芸をしている陶芸家の鈴木真紀子さんに会いに来ました。よろしくお願いします。鈴木真紀子です。はい、真紀子さん、この美しいターコイズのこの陶器、はい、これのお名前を教えてください。あ、陶器お名前、あ、し、せき、はい、さかずき、ブランド名、ブランド名あれ、ろくろの前と違う。ろくろの前に座るともうすごいピシッとしてる。オンとオフが激しい。オンとオフが激しいです。はい。ラメゾンデボン。はい。ラメゾンデボン。この素敵な言葉は何という意味があるんでしょうか。風の住む家。風の住む家。まあ風を感じるようなそんな陶器の庭ですよね。もうコロナの時だから、はい、真紀子さんと真紀子さんの作品に出会って3年。あそこからね、僕そのお酒を飲む器、はい、またはその日々のご飯を食べる器とか、はい、これに対する自分の常識がもう全部180度変わって、もう今は真紀子さんの作品で日々ご飯を食べ毎日の晩酌も長年使っていたワイングラスをやめて、真紀子さんの作品で、はい、普段の生活をしています。やっぱりこの今回の宴のタイトルが In My Life っていうんだけど、やっぱりすごく生活にフィットしやすい、陶器だなっていうのが僕は一番好きな理由で、こう値段が高い陶器ってまあもちろん価値はすごくあると思うんだけど、すごく高級なお店でしか使えなかったり、毎日使えなかったりとかね、なんか特別な晴れの日に取っておこうとか、やっぱり陶器ってそういう使い方じゃなくて、日々の生活の中にフィットするようなね、そういう陶器が僕はすごく好き。それこそ毎日着る T シャツとか、ジーパンみたいなね、そういう、ポジションがいいなぁなんてね。嬉しいです、これで見ていただけて。日本酒ってこう歴史的に見ると、はい、まあ今は結構自由な飲み方をされるアルコール飲料になりましたけど、かつてはやっぱりこう地のもの陶器で飲む、はい、千金の場合は栃木県ですから、まあ、益子焼きであったり、でもすごく香りのバラエティが増えたりとか、はい、味わいもすごくこう今までと違う酸味が強い日本酒とか、いろんな日本酒が出ることによって陶器だけではなくて外国の料理にも合わせたりするので、ワイングラスで飲むとかね、すごくポピュラーになったんです、この10年、はい、で僕もやっぱり前職がワインだったっていうこともあって、ワイングラスの方が香りが嗅ぎやすいとか、あとはファッショナブルとか、はい、こうなんか陶器で飲んでるとおじさん臭いなみたいなことを思った20年近く前から、はい、結構ワイングラスでこう飲むことが僕も増えて、はい、先近の会社の中でもテイスティングはワイングラスするとかってなってたんだけど、やっぱり3年前にこの真紀子さんの作品に出会って、あ、陶器ってやっぱり土ってこんなにいいもんだったんだなってすごく再認識をしてね、今はだから僕家で飲むときは真紀子さんの作品でしか飲んでない。さすがに会社のテイスティングでこれは使えないけど、プライベートは完全にもう真紀子さんの作品になりましたよ、ね、すごい光栄です。私もでも実を言うと千金さん
であ日本酒ってどうしてもなんか敷居が高くて私の中では、うん、なんか女子日本酒飲むぞって思って買っていただくっていう感じだったんですけど、あの関係さんのおかげによってでこんなに軽やか で酸味もあってやっぱりつむりをされてたからワインとかそういった雰囲気を感じるというか、なので私はカキフライとかカレーフリットとかあのそういうのにも合わせたり、うん、なんかあのより身近に、うんうんうん、なってやっぱりこう私もこう伝統的なと、うん、やっぱりあの先ほどあの話にもあったように陶芸、というものをやってて、あの何て言ったらいいんですかね、昔ながら あの先人たちのこう培ってきたこう技術を用いながらこう今、うん、あっていうものを作る、今っていうものに合ったものをこう作っていくっていうのが、あの私の中でやってきて、私がやることかなみたいな、うんうんうん、でもちろんあの昔ながらの技術を守っていくこと、それをずっと作り続けることっていうのはとても大事ですし、ただ私は新しいものあったりと今の形にその技術を使ってしていくっていう、うんうんうん、そういったものをなんか千景さんのお酒を飲んでいると同じものを感じていて、実際にあのお話すればするほどあの全然違った分野ではあるんですけど、うん、あの酒造り の当時の摩擦話したりとかすると、すごく陶芸 の作るという仕事の中近いし、うんうんうん、共通する部分を、うんうん、あの感じることが多くて、勝手になんかすごく親近感を持ってあのお付き合いさせていただいてね、本当に光栄だと思います。こういう陶器を作るものづくり、日本酒を作るものづくりにすごくこうお互いシンパシーを感じるものがあるってことですよね、はい、それは僕も感じました。やっぱり伝統って大切なことだと思うんだけど、古ければいいわけじゃないし、じゃあそういった古い伝統的なものを全部一掃して全く新しいものを作るっていうことも全部が全部正しいわけじゃないから、やっぱり古いものをちゃんと残しながら、それがこう現代にきちんとフィットするようなそういう作品でありたい。僕も先金も昔ながらのその伝統的なトラディショナルの製法を取るし、使う道具も古いものを使いますけども、でも飲むのは現代の人だし、現代の生活、ライフスタイルがありますから、現代の人はやはり飲んで美味しい、そして現代の生活にフィットするような、そういうお酒でありたいって思ってる。それ、マキコさんの作品もそうですよ。クラシックなんだけど、でもリムがすごく細くて、すごくこう、多分日本酒だけじゃなくてワインも飲めると思うし、いろんな液体に対応できるようになっているし、で僕すごいなと思うのは、重ねられることによって、うん、その東京のね狭い核家族のビルの収納がよくできたり、でこれをそのままテーブルの上に置いておいてもオブジェになるとか、ね、すごい進化してるんだな陶器と思いました。嬉しいです。なんか私も千金さんのお酒を通じてなんか日本酒っていうものにすごく興味を持ったんです、うんうんうん、なのであの私の器を通して陶芸っていうものにこう、うん、あの全然興味のなかった方が、ねうんうん、あの目に留めてまた、うん、あの入り口になってくれたらいいなと思っています。この
やっぱり真希子さんの器ってものすごく目が引いて引き込まれる一つの要因にこの色があると思うんだけど、このターコイズブルー、ここに行き着いた理由っていうのは、まあ好きなんですよね、好きだったんです、うんうん、なんかこの色が、色が好きな一番大事なことですよね、うん、なんかすごく好きだね、うんうんうん、なのでたくさんの僕の方に聞かれるんですよね、うんうん、好きだったという感じで、まあ、でこの中食器に、まあ、私あの学校この色を食器に使い始めた頃そんなにいらっしゃらなかったみたいで、私が初めてというわけではないと思うんです。あ、そうなんですか、うん、見たことないけどね、なんか後になってあの聞いた話によると他にもされてる方はいたそうですし、この色予約自体実はそんな珍しい色じゃないんですよね、うんうんうん、あの釉薬をこうね、初めて習う上で、うん、基本的な基礎的に一番最初に習う釉薬のいくつかに数えられてるくらい、ただあの色の変化が激しい、これもそうですけど、ね、ムラ、色ムラというか流れやすい色、うん、とので割と昔はあの均一なものが良しとされた、はい、そうなんですね。それは多分みんなそうだと思います。お酒も、あ、うん、そうなんですか。味の均一化っていうのがやっぱり大切だったんじゃないのかな。うん、そうです。なのであのそういった部分で使われるのが、うん、あのお好きなあの傘立てとか。よく昔見ますね、うんうんうん、はいはいとか、そういう花瓶でも大きなものとか、うんうんうん、そういう大きなものにかけられるよくかけられた油、そうなんですねでもなんかあの和樹さんがおっしゃるようにね、やっぱりそあのこの色結構意外とね、あの村があってもそのムラじゃなくて景色っていうのも今はあのお客様もそれを楽しんでいただく出会いみたいな感じでね、村がありますよね。でも僕はこれはすごく個性でいいと思う僕たちの作るお酒も全てのタンクが同じ味であるはずがなくて、同じ作り方をしてもちょっとこっちの方が軽かったり、こっちの方がちょっと酸味が強かったりするわけ。でもそれも一つの個性だし、そういうものが今大事にされる時代っていうのはいいですよね。そうですね。うん、私もそんな今話を聞くと、いろいろなんか伺いながら、うんうんうん、あのお酒の話を聞きたいと思いました。なんか一期一会的に、はい、一期一会的な感じだよね。うん、私はどんな感じですか、うん、とか、ね、この色を出すのはやっぱり大変なんですか。この色を出すのは、大変といえば大変、うんうん、まあいう、そうですね、そう季節的な、ね、あの湿度とかもありますし、温度とか湿度とかそういったものに多少左右されるってこと、うん、まあそうですね、私の家は薄いので、うん、なかなかこう釉薬吸着しないし、うんうんうん、その辺をコントロール、まあ、状態を伺いを立てながらこうやっていくって、ね、下準備に40日ぐらいかかるんですか。下準備というと、釉薬、うん、釉薬は今はあの業者さんに応援して作っていただいているので、うん、その釉薬をかける段階、釉薬をかけてから釜に入れるっていう工程のちょっとした工夫ですね。工夫、そこ、はい、そうか、
牧子さんの作品のファンの方はこの色を出す工夫であったり苦労っていうのはすっごく気になってると思う。そうですね、うん、それが多分技術だったり、はずきさんも美味しいお酒を作るために少しずつ工夫をしながら、はい、その工夫こそが技術を積み重ねて、はい、そこをそうですね、私がこういう器を作る時の自分だけのちょっとの工夫という積み重ね、うん、を形にしてますね。でも本当にミリ単位の微調整の積み重ねなんですよね、はい、技術ってね。僕たちもそうだけど、お米のその触り方とかさ、ほんの微妙な水の吸わせ方、温度の持ってき方とかをミリ単位で微調整して、ちょっとずついい方向にこうシフトしていくというかね、多分それの繰り返しでこの作品がきっと生まれてるんですよ、ね。ありがとうございます。でもあれですよね、やっぱり数こうたくさん、こう 作らせていただく、いけるっていうことが、本当に皆さんのおかげで、技術 のやっぱり数をこなすことが一番技術力が上がっていくので、それはわかるな。経験値として、気づきが増えていくとか、結局自分の力ではなくって、させていただけることに対してこう備わってきたというか、授かってきたっていうのが近いのかもしれないですね。なんか日本人って量をいっぱい作ることに対するアンチテーゼみたいなのがあったりするじゃないですか。量産品は価値が低いみたいな。いや、そんなことないんだよね。そんなことない。やっぱり量産するっていうことは、それを確実に届けられるようにする技術。それは本当に技術者の方がもう大変な思いをされて、工夫を重ねて、成功。そうですよね。数をこなしてたくさん作っていくことによってね、技術の向上とこういう作品が生まれるわけだから、僕もそこはその大量生産大量消費じゃないけど、そこまではいかないけど、ある程度のやっぱり量を作って安定的に飲んでいただく、安定的に供給したいっていう気持ちが僕はすごく強いんですよ。だからそこも牧子さんとすごく、合うところだなって実は思ってて、一番最初に鳥羽さんの名前も出てきたけど、彼の料理もそうなんですよね。だ僕でいうお酒がもう幻になっちゃって買えなくなっちゃうとか、鳥羽さんで言うと、レストランだから予約がもう何年先まで取れないとか、そうじゃなくて、ある程度やっぱりみんなに広く知ってもらいたいと思うし、価格もそんなものすごく値段高いものじゃなくて、なんかこうみんなの生活にフィットするような、そういうお酒でありたいと思うし、牧子さんの作品だってそうじゃないですか。もう目が覚めるようなさ、これ一体いつ使ったらいいのっていうような値段しないじゃないですか。毎日使える、はい、そういう作品っていうか器だから、はい、僕そこはすごく先金のポリシーと合ってるなってずっと思ってたんですよね。あ、嬉しいです。私も近しく感じて、数ある、はい、その陶芸をねする場所って日本全国あると思いますけど、はい、なぜ笠間なんですか。もちろん笠間ってめちゃくちゃ有名なところだと思いますけど、生まれ育った町じゃないでしょ。違いますね。実は先ほどお話ししたルーシー・リーさん、彼女を日本に広めた方が茨城県 の、陶芸美術館の館長されてるんですが、
かあのその館長の金子健二さんが、はい、がお誘いくださったですね。たまたま私が東京で展示会をしている時に、うん、あのご覧になってあのぜひ笠間でやらないかってそうですそうです。それまでは真彦さんの窯はどこにあったんですか。それまでは滋賀県の甲賀市信楽のある市です。滋賀から笠間、はい、だいぶ違うよね環境がね。そうですね。でも実はあの笠間ってあの滋賀県から投稿を呼んで広まって。ああそうなんだ。ルーツはそうなんです。で笠間ってあの土が赤い、はい、赤いっていうのは鉄分が、はい、焼くと茶色く黒くなるのが、あの笠間の土なんですけど、うん、あの白い土を求めて、うん、もう少し移動したのが益子なんです。あのね、あの環境で、そうです、そう環境でって言われてる、そういった部分からも歴史的な背景からもあの面白いので。え、三兄弟って何ですか。信楽の投稿とを呼んで編んできたのが笠間焼き、うん、笠間焼き、笠間焼きからあの 白い土を求めて作ったのが益子。なるほど。だから今笠間益子ってやってます。そうですね。そうかそうか。滋賀県はね、僕も同じ志を持った親しい酒蔵さんがあるけどね、七本槍っていう銘柄を作っている富田さんが滋賀の方ですけど。そうですか。じゃあさ、僕たちはそのテロワールっていうね、要するに農作物を相手にするから、まあ真彦さんの場合はそれが土だと思うんですけど、はい、僕らでお米が育つ、またはそのお水がある環境、はい、これテロワールっていうんだけど、まあ、もちろん栃木でお酒造りやってるんだけど、じゃあ僕が今から笠間で酒造りをするとか、うん、滋賀県で酒造りをするってなったら、うん、あまりにもその風土が違いすぎて全く違うお米ができるし、お水も違うから、多分作品が変わる。当たり前だけど、僕のね、千金という作品が違うものになるんだけど、なっちゃうと思うんだけど、真彦さんの場合は滋賀から笠間に来てね、そのどうだったんですか。実際その触る土が違ったでしょ。まずなんか湿度が違う。あ、まずはそっちか。あの土はね、実は信楽の方から取り寄せてる。あ、そうなんですね。だけれども結局湿度やあの温度、気候が変わるとそれをあの結局その環境を一定にこう、うんうん、するっていうの難しくないですか。うんうんうん、難しいですよ。日本酒も作り始めたのが9月と、うん、真冬の12月、1月と春先の3月では全然違うから、それをうまくコントロールしなくちゃいけない人の力で。そうで、作業場もやはり変わったので、はい、あの最初の1年目は本当にもう試行錯誤で、色のなんか雰囲気ちょっと変わったかなとか。うん、あと関西となんか関東って天気が違いますよね。そう違う。それでなのかなとか、なんかいろいろ。そんな違います電気。嘘。でもね、あのね、そうは言いますけどね。そうなんですか。関西に住んだことないからわかんないけど。あの粘土を練る機会があるんですよ。うん、私一人で全ての製作工程するのね。粘土を練るのは、あの粘土を練る機会に風鉄砲ね、練り直して全部使ってるんですけど、それがね、関西よりもの方が早かったんですよ。へえ。電気詳しい方はそりゃそうだよってもしかしておっしゃるかもしれない。そうなんですか。まあ僕電化製品まるっきり弱いから全然話についていけないんだけど。私も弱いんですけど。
弱そうですよね。弱いんですけど、私こう喋るのがゆっくりなだけ、実はちょっと生活なんですよ。そうなんです。なのでなんかなんで遅いんだろうなみたいな感じで。詳しい方に聞いたら電気が違う。そうなんですね。そうなんだ。それは結構作品に大きな違いを与えてしまう理由ですね。理由の一つになってしまうね。やっぱりそのなんか作り物によって粘土の水分量を変えてるので、なんかこう思うように会社がね、慣れるので、余談ですけど。今後牧子さんは、どういったテーマでこの器をこれからも継続して作る、クリエーションしていくのかな。私はそうですね、まずは答えになってるかな、一つはやっぱりこう私こういう陶芸の世界ってもう今世の中便利じゃないですか。そう。別にこれじゃなくたっていい。そう、わかる。便利だからこれじゃなくてもいいものっていっぱいあるんだよ。そう、だからそうじゃなくてこういうものがあるんだよって興味、感覚的に、あ、これ好きとか、かっこいいとか、そんな風に思ってもらう入り口、陶芸を知ってもらう入り口、私をきっかけに、こういう手作りのものであったり、そういう人の手がこう作ったものですよね、すべて、そういったもの全部にこう興味が持つきっかけになるものを作れればなって思って、あとはそうね、次が1つ、はい、2つ目は恩返しですよね。おそれは私もう本当にこの仕事を、を通じて本当にこうたくさんの人と出会いたくて、私自身がこうずっと背中を支えられてるって感じてるので、そういう人たちの返せるようにしていければなって。そしてこの美しい器がね、本当に一人でも多くの人の手に取ってもらえることを僕は望んでます。ちょっと僕もそうなったファンの一人だから。やっぱりこう手が届かなすぎるものじゃないっていうのはすごく嬉しい。すごく高いものじゃないし、重ねて使えるし、あ、収納か、重ねて収納できるし、こう生活にフィットするんだよね、すごく。なんか白い T シャツとかジーパンみたいに毎日履ける生活に必ずあるものっていう、そこが僕が牧子さんの作品の好きなところかな。ありがとうございます。私もセンキーさんのファンですから、ね、ありがとうございます。牧子さんさ、このまあ、今アトリエがすごいいい環境にあるなって思うんだけど、これ笠間全体で見た時に笠間ってどんな場所ですか？あ、すごくあったかい。お、人がいいとか、こうやってこう私一人生活してると、親だよって元気とか皆さん声かけてくださるし、本当に幸せだなと思います。あと鳥も多いですし。鳥確かにチュンチュン言ってるけど。生地とかね、生地がつがいで来たりとか、あとこの間、薄田の家族が歩いて。なんか、四季折々のなんか鳥のさえずりを聞きながら、なんか、
空もね、うん、あのやっぱり関東平野なので広く感じるんですよね、うんうん、山が低いからね、うん、なんか、まあ、滋賀県もすごく良かったんですけど、そういった面ではなんか、なんていうんですかね、より滋賀は山が多いのでまたちょっとこう低いって言ってたんですけどね、うん、茨城県のこの笠間は開放的というか、なんかなのでなんか作風っていうか活火山も多いみたいで、うん、自由な風が笠間っていうふうに聞きました。うん、真彦さんのそのおおらかな生活に性格に合ってんじゃないですか。そうですね。あ、でもせっかちなんだもんね。せっかちで喋るのだけですよ。マキコさん、僕は何回もマキコさんの作品が出来上がり、そのろくろをね回されてる姿とか、こうそのアトリエの中のろくろ部屋拝見してるんだけど、今回ちょっと見れたりします？大丈夫です。いや、絶対みんな見たいと思うんですよ。お酒作りしてるところは見たことある人すごく多いと思うんだけど、ろくろ回してる風景って見たらいいです。じゃあろくろ部屋ぜひご案内してください。はい、お願いします。かしこまりました。なかなか見る機会ない。そうですね。1日にどれぐらいの時間帯やるんですか？時間帯ですか？うん、時間ね、結構長いですよ、多分。ここのどんどん長いですね。大体8時半。また8時半から9時ぐらいから、2時。夜中の2時？すごい、ね、割とね、終わりなんで長時間できるタイプなんですよ。すごい、よく集中力しますね。そうですね。じゃあ今夜は、宴を視聴してくれてる皆さんに50名だけにね、はい、限られた50人の人にこれから作っていただくわけですけど、はい、多分宴のチャンネルは日本酒が好きな人たちが見てくれてるし、はい、もしかしたら初めて真彦さんのことを知る人もいるかもしれないけど、その人たちに向けてどういう作品を作っていただけるんでしょうか？皆さんがなんか嬉しくなるようなとか、千金さんのお酒本当に美味しいので、それをなんかもよりなんか私がなんかそれを手助け、それのなんか器を応援でき、応援って言ったらおかしい、言葉って難しいですね。わかりますなって言ったらいいんだろう。よりお客様がそれを飲む、それを使うことによって喜んでもらえるような、嬉しくなっちゃう、幸せになっちゃう、うん、それでなんかみんなの生活が毎日器を使うときにさ、うん、こう楽しくなるような生活っていいですよね。僕そうだもん。だって晩酌するときに真彦さんの作品で飲むときにやっぱり、あ、今日もこれで飲めるんだ。そういうやっぱり喜びがあるよね。みんなもそういう感動をね、この器を手にして味わってほしいなと思いますけどね。そうですね。ちゃんと器を使ってお酒飲むといいんだみたいなね、それやろうみたいな感じの、ワインを初めてワイングラスで飲んだ時の感動じゃないけど、そういうの味わってもらえるといいですよね。そうですね。
ね、また千金にもね、来てください。そうですね、あの本当に千金さん歌わった際に、うん、あの実際に作られる現場見せていただいたじゃないですか、うん、すごく私初めてで、うん、あ、酒蔵に行ったのが、はい、うん、もうなんか足を踏み入れただけですごいヒヤッと神聖な感じが、あの当時の雅人さんにもいろんなお酒の話をして、うん、すごい近しく、はい、なんか時とね、あのお酒作りも全然違うんですけどね、うんうんうん、お話してるとなんか同じような感じだななんて勝手に思って、うんうん、シンパシーがそうですそうです、すごいなんかどん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 お酒にも興味を持つようになったんですね、うん、そんな当時の雅人が今日来てます、はい、あ、本当ですか、嬉しい、ちょっと呼びますか、はい、こっそりといますので、ぜひ。それでは当時の雅人さん、ご入場お願いします。こんばんは。あは、雅人さんもうお邪魔してもよろしいでしょうか。もちろんです、嬉しいです、お話ししたかったんで。ありがとうございます。普段からそのまま出てきた作業着のまま来てるからね。いいです、お邪魔いたします。美味しいお酒を、はい、はい、失礼します。今夜、21時から、販売をさせていただくお酒が、はい、ちょっと変わり種のお酒を、はい、ターキッシュってもうまさにマキコさんの器陶器のために作ったと言っても過言ではない。本当に可愛いです。先ですね。で、これあの監修が僕たちのこう縁にもなって、出会いにもなって、はい、ユナイテッドアローズさん、はい、そしてマキコさんの器を使っている塩の鳥羽周作さんも、はい、これの監修に入っているから、はい、なんと4人。はい、4社のコラボレーションっていう極めて珍しいお酒なんですけど、懐かしいね。懐かしいですね。だいぶ前だと思うんですけど、2020年かな、でもう蔵にも本当に50本ぐらいしか残ってない、その50本を今回50人の方にご用意してますので、お酒の説明を当時からお願いします。はい、僕たちは飲んでますんで、私も飲みたいんですけど。美味しいですよね、これ。いただきます。6年前の2017年に作ったお酒です。中身がですね、そのお酒が全麹とか、うん、オール麹と呼ばれるものなんですけども、うん、普通のお酒って2割が麹で8割が蒸し米で作るんですけども、その2割の麹米をもう全部 100% 10割使って作った全麹と呼ばれるお酒です、はいはい、この色がね、また樽の中で熟成してこういう美しい色が、これがまたこのターコイズの陶器に合うんだよね。早速じゃあ、いただきます。じゃあ番組もだいぶ後半になってしまいましたけれども、後半で乾杯をしましょう。ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございます。乾杯。ありがとうございます。乾杯。美味しい。熟成がすごく香ばしい、なんかお醤油を思わせるような香りとか、メープルシロップのような香りとか、うん、で味もすごくアタックが強くて深くて、こうなんか目で見て楽しめますよね。こうやって見るとターコイズの器の中にこういう美しいイエローが入っていて、目で見ても楽しめるしね。すごいぴったり、ありがとうございます。今日ここに出ているこの器たちは、なんとマキコさんが
千金を飲んで千金のために作ってくれた器なんですね。そしてこの中から今回の、宴のために50個これからろくろを立てて作ってくれるんですよね、はい、すごいこと、すごい贅沢、すごすぎますね、ありがたい。なんかお話伺って作ったんですけど、私、手記っていうと基本的にこのぐらいの、うん、サイズ感かなって思ってたんですけど、結構大きくてお二人、うん、それはなんかこう座りにって言って、はい、香りをね、香りをこう嗅ぎやすくするっていうか、うん、空気に接触させてより香りを楽しめるようにするために僕たち無意識に回してるよね。そうなんですよね。っていう話をね伺って、うん、で、この形に関してはさらにちょっと口径も小さくしてね、うんうん、より香りが分かりやすい、はい、これだけの陶器をオリジナルで作ってもらったんですけれども、でも50人の方にご用意する陶器はやっぱりちょっと1種類にしなきゃいけない。この中で皆さんにちょっと投票をしてもらおうかなとも思うんですが、投票している時間がないので、僕はこの中で一番こういいなと思ったのがこれです。うんうんうん、どうですか。ここはもうこのマイコさんがお使いになってた、はい、あ、はい、これがこれとこれ、うん、じゃあこの2つのどちらかをマイコさんに決めていただきましょう、はい、そしてそれが今夜の宴の、あ、ええ、オリジナルの陶器になります。どっちがですか。これから自分でろくろ回さなきゃ難しいとか作るのが難しいとか、そうですよね、ありますよね、そうよね、そういうことは抜きにしましょう。でもお二人が好きって言うんでしたから、どっちもいいってことですよね、こう飲み手には。楽しく飲んでいただけると思って、素敵な、やっぱり形が美しいし手にフィットするから、うん、飲むのもすごく、あとねやっぱり宴を見てる人ってお酒大好きだからいっぱい入ってるし、そうですね、これじゃちょっと少ない。そうそう、そこがなんか本当に今回千金さんと作らせていただいて、うん、すごく面白かった。容量が全然倍以上なんですよね、うんうんで、やっぱりこのなんか 香りとかそういったもの豊かなのね、はい、なるべくなんか話聞いてると少し口小さくしようかなとかいろいろなんかそんな気持ちになってできたのがこの2つの形です。で、すごい迷います。開発秘話を聞いたところでどっち、はい、こっちにしましょう。はい、わかりました。じゃあ、今回はこちらの器で、はい、香りが欲しいです。ご用意をさせていただきますが、今日の放送の後、明日以降ですかね。もう和久子さん、今、すごい人気の作品で、数ヶ月先までもう予約が目いっぱいなので、制作をこれからしていただいて実際に焼いてお客様のお手元に届くのがなんと、これ申し訳ないんですけれども来年の1月になります、はい、どうか気を長くしてお待ちいただきますようにお願いいたします。はい、まもなく、終わりの時間が近づいてまいりましたので、あっという間でしたね。そうですね、久しぶりにいろんなお話できてよかったです。来週の宴はですねちょっと一旦お休みとなりまして、10月5日はお休み、そしてその翌週ですから再来週ですね、10月12日木曜日、20時から、宴また再開いたします、
10月12日は、焼酎ですね、万年を醸す、渡辺酒造場の渡辺さんが、登場いたしますので、こちらもぜひ皆様お見逃しないようによろしくお願いします。本日はご視聴誠にありがとうございました。